赤し虎尾頃から1923年3月は、日本の建築家、元鉄道院技手赤し虎尾とする資料もある。少年は、諸説あるが、1890年頃に、愛媛県北宇和郡宇和島町で生まれた。地元の旧正中学卒業後、1907年9月に、東京高等工業学校建築部に入学。1九百十年七月に同校を卒業し、 鉄道院に入省。在職中の1912年に日光駅第二大駅舎の設計監督者として建築に携わった。1915年6月、鉄道院を辞職して宇和島に帰郷。父が営んでいた建築業を継ぎ、明石工務店を開いた。その後、株式合資会社、聖望組を設立し、代表取締役に就任。クリスチャンでもあり、 紳士的な態度と科学的な論理性を持って、地元の人々から厚く信頼を寄せられていた。しかし、病を患い、1923年3月に死去。去年は30代だったと考えられている。2006年に、日光の郷土視野である、福田和美によって、日光駅駅舎の天井裏から、鉄道院議店舎虎をと記された胸札が、発見された。 福田のその後の調査によって2012年に赤市の不法記事が発見されたことが決め手となり、長らく不明だった日光駅の建築者が赤市であることが判明した。日光駅、ありがとうございます。